俺の名前はルーザンハント。会社のデスクの引き出しの中に、だんまりと鼻くそをだめ込んでいる、ごく普通のサラリーマンだ。というのは表の顔で、裏の顔は祖国からの命令を完璧にこなす、超一流のスパイだ。今までのスパイとしての実績は、中国共産党の施設に忍び込んで、パソコンからシューマイの画像データを盗み取ったり、またある時は、ロシアのクレムリンに忍び込んで、大統領に面と向かって暴言を吐きかけたりした。You are bad looking guy。そして、俺の次なる標的は、アメリカ合衆国だ。世界最強の国、アメリカとなると、今までのようにはいかないが、しっかりと計画を立てて行えば、不可能なことはない。昨日もペンタゴンの10キロ手前に忍び込み、渾身のマツケンサンバを披露してやることができた。そして、アメリカでの最後のターゲットは、アメリカ合衆国大統領だ。さすがに大統領ともなると、かなり難しいミッションにはなるが、この俺ならばできるだろう。てな感じで言っていたら、もう大統領とフレンチキスを交わすところまで近づいていた。キスを交わしてしまい、互いに少しだけ胸がときめいてしまったが、ここは心を鬼にして、祖国から受けていた、大統領のお尻をペンペンしてやる、という指令も成し遂げてみせた。任務も完遂したことだから、ここから無事に逃げなくてはいけない。まずは周りにいる SP を、かつて俺が大関まで登り詰めた頃を彷彿とさせるような突っ張りで、土俵から弾き飛ばした。そして、あらかじめ用意していた逃走用車両に乗り込み、ハイウェイを爆走していると、後ろから空軍の戦闘機が現れ、ミサイルを撃ってきやがった。長年の経験から、レーダー誘導型のミサイルだと察した俺は、いざという時のために肛門に溜め込んでいたチャフを、あたり一面に撒き散らした。てな感じで言っていたら、もうミサイルとフレンチキスを交わすところまで近づいてしまっていた。死の間際、脳裏に浮かんだことは、祖国でもなく、任務でもなく、祖国に残してきた家族のことだった。パパはいつ帰ってくるの？そうねえ。パパは遠くに行ってしまったから、とても遅くなるかもね。でも、いつでもあなたのことを見守っているわよ。そうなんだ。でも、別に見守らなくていいし、帰ってこなくてもいいけど、金だけは振り込んでほしいな。